い渋滞してるな。あー事故ってる事故ってる。我夏タイヤ。あーあマジかよ。ちょっとこれはあかんわ。雪道なめんなよみんな。スタッドレス履いてこいよみんな。グッチさんです。でグッチさんチャンネル。どうもグッチさんです。私は現在ですね、道の駅白川郷に滞在しておりました。これから高山市の塩川方面に車を走らせていきます。今日の天気なんですけど、まあ、見て分かる通りですね、雪なんですけども、この辺はねまだ積もってないんですけど、塩川方面ですね、そっちに行くと結構路面がね積もってましたね。今引き返してるんですけども、まあ、日中とはいえ、まあ、かなりいい感じに積もってましたね。今日は土曜日ともあり、まあ週末出かける方も多いっていうのもありますね。だまあ普通に見てるとやっぱ冬タイヤ履いてない人多いですね。特に県外ナンバ さっきも品川ナンバーのミニバンがね、見たら夏タイヤでしたからね。しかも和ナンバーで、僕がレンタカーやったらたまったもんじゃないよ。しかもこの状況なんで、今ちょうどね東海北陸自動車道は白川郷と白鳥インターの間がですね冬タイヤ規制に入っております。なので、入れないんですよ。当然ながら入れないです。じゃあ下道でじゃあ南の方向かうかってなったとしても、正直言って難しいですね。だって塩川が天候盛りなんだもん。多分地獄を味わうでしょう。さあ現在古い、白川郷の合掌造りの方面にですね車を走らせております。なんかさ、今日の雪はまあまだ可愛い方なんですよね。本当にやばい雪は俺知ってるんで、この道で多分トップ3に入るレベルのやばさの雪を運転してたんで、なんならその中こう車がねこう立ち往生してる車がいて、それを助けたり したりとかで、ね、ありましたけど、もう皆さんも命がけで生活されてますから、この辺は。さあいつものデイリーが見えてきました。あと今日は県外ナンバー多いね。四日市、八王子、前は石川。これは山形ね。すごいね。山形もね、僕一回運転しましたけど、こう北陸の雪はね、やっぱまだ違いますね。北陸の雪はどっちかというとこう結構怖さを感じる部分もありましたね。特に夜間とかは本当に何だろう、アイスバーンになりがちというか、そういう印象でしたね。夜中道の駅におってトイレ行こうと思ってお面を歩こうと思ったら、もうツルツル気味で、ちょっと怖ーと思いました。
古い町並み、間違えた、何回同じこと言ってる、白川郷の合掌造りのエリアですね。ちなみにここの道を左曲がって鋭角に行くと上の展望台に行くところですね。白川郷は環境と、まあ、景観の保全をするためにここは、ね、直進はできないです。地元民以外はできないですね。どうしたの、みんな。ゆっくり走りすぎよ。ここは別にゆっくり走るとこじゃないからね、みんな。どうしたの、何を悩んでる、みんな。ここはみんな普通に走るとこよ。どうした、みんな。多分駐車場目指してるんでしょうね、きっと。左曲がると駐車場ですね、白川湖の駐車場ですね。私はそこは全く関係ないんですけど、比べてこっち側もだいぶ雪は強めになってきましたね。さっきはね、そんなにそんなんでしたけど、なんかだんだんとこっちも徐々に雨雲がかかり始めてますね。1時間ぐらいで変わりましたね。だいぶ白くなってますね。まあね、これぐらいの例えば、まあ、斜面とかにこうやって、ね、土だったりとか木々に積もっている状態、今外気温はね2度だったり3度ですね。これぐらいだとまあ普通にある程度積もるんだなと。ただやっぱりアスファルト表面はねまだ積もらないですね。まだ標高がそんなにじゃないからかな。昇華の方がねやっぱ標高高いからそれなりに積もるっていうのもあるんですけど、でもねやっぱね路面がちょくちょくとこうわだちになってきてますね。皆さんやはりねライトつけてる方多いですけど、やっぱねライトはね絶対つけてほしいですね。やっぱりあの対向車の視認性っていうのが、ね、やっぱ大事になってきますから、お互いの事故を防ぐためにも大事ですね。
まあ、あとはまだねこれぐらいならどっちでもいいんですけど、まあこういう時こそにイヤホンをつけるっていうのもね、非常に大事になってきますから、まあ、特に悪天候とか、まあ、そういう時にね結構もう吹雪いてる時とかもう絶対イヤホンがないと、まあ、後ろの車分かんないですよね。中途半端なシャバシャバって感じですね。だんだん表面がね変わってきてますね。景色が変わってきてる。だってまだダムのとこ登ってないとこだからね。さっきダムのところなんて全然積もってなかったもん。マニュアルモードに変えますね。まあ、ねここはね、まあ、これは個人的な感想ですけども、まあね、ここはマニュアルモードにするとエンジンのこうコントロールがしやすいんで、ね、やっぱね、僕はちょっと CVT はね、ちょっと雪道がね若干弱いかなっていう感じることが多くてですね、まあ、これは個人差ですけど。なんかこの CVT のねコントロールがうまく噛み合わない時があってね、このマニュアルモードはね本当にありがたいです。土曜日ですけど、それでも意外とダンプ多いですね。
なってきましたね。まあだんだんとこう上に登っていってるっていうのもあるんですけど、それらしきって感じになってきてましたね。ここはさっきそんなに積もってなかったよね。うん、積もってなかったもん。だいぶ変わりましたね。視界は悪くなってるんで、まあ、それなりに厚い雪雲がねかかってるって証拠ですね。はい、左側道の駅日田白山ですね。隣接する白水の湯もねよく行きます。この道の駅は結構好きですね。休憩して温泉も入れてありがたいところですね。いや濃いな、完全になんか雪の勢いがすごいな。まだ1度ですけど、まだシャバシャバですけど、でもだんだんとこうシャバシャバならなくなるような感じの質に変わってるかもしれないですね。
雪景色はたまらないですね。先行ったらあのダムの横をはあの上に登っていく道がねあるはずなんですよ。峠みたいになってる。もうちょっとかな。いやしかしすごいね、一気に雪景色に変わってる。あのね、多分分かってくれると思うけど、僕みんなが走らないこういうとこ大好きなんだよ。こういうところ大好き俺。誰を走ってるこういうとこにね、自分のこの車のね輪立ち付きの大好き。ちょっと気を抜くとね滑りやすいんでね、特にカーブとかはね気をつけていかないと。あーもう最悪だよ多分あの車、絶対夏だわ。えらい渋滞してるな。あー事故ってる事故ってる。我夏タイヤ。あーあマジかよ、ちょっと。これはあかんわ。もう雪道なめんなよみんな。スタッドレス履いてこいよみんな。で、後ろの車もついてってないもん。ちゃんとスタッドレス履きましょう皆さん。これでみんなスタッドレス買いますよ。ああいうの見ると普通に考えてね危ないですからね。安易な気持ちで来ちゃダメですからね。本当に急に降りますから。みんな気抜いてるでしょ。だから多分この辺の土地感が分からんと思うからああいうふうになってるだけだと思う。最低でもチェーンはね持ってきてほしいね。まあ今名古屋ナンバーとか県外のナンバーばっかでしたけどね、やっぱり一番嫌なのはやっぱ地元民なんですよ。地元民の人が迷惑なんですよ。そういう風にね道を塞いでしまってやっぱ良くないです、そういうのは。まあ、皆さんの道路でもあるんですけど、やっぱり地元の方が使う道路でもあるので、そういう危険な状況はね、まあ、作りだっちゃ欲しくないんでね。で皆さんこの動画を見て、あまだ夏タイヤだなと思ってる人はね、ぜひこういうところに行くっていうのであれば絶対冬タイヤ買ってください。まあ、僕も過去に動画上げましたけど、もう本当にね安いアジアンタイヤでもいいんですよ。
それでもいいんで、ちゃんとスタートス入ってください。スタッドレスタイヤ変える時なんですけど、まあ、車庫がね狭いですよ。なので変えるのにね1時間ぐらいかかっちゃいます、ね、なんとかこうのんびりのんびりとタイヤを変えていくんですけど、最後はトルクレンチでね締めるんですけど、僕の車の場合85ニュートンかな、このスズキスイフトは。なんかスズキ車はなんか85ニュートンが多いんですよね。前のスプラッシュも85ニュートンでしたし、なんか85ニュートンが多いなと思って、まあもう完全に覚えちゃってるんですけども、僕の場合はタイヤを交換した後に、まあ、そのボルトを多少こうちょっと強くキュッキュッってやって、完全に閉まるというよりはちょっとこうキャップしてるなぐらいの感覚、ペットボトルの蓋でいうあれのちょっとキャップちょっとキュッキュッてしたなっていう時で、トルクレンチで85ニュートンで締めて、で100キロ走った、目安100キロぐらい走った後に、まあ、なんか道の駅とかどっかでねまた車止めて、またトルクレンチで85ニュートンでまた全部確認するみたいな、そういう感じでやってますけど、それぐらいでいいんですかね。多分それでいいと思うんだけど、ね、こうトンネルを出た時にこういう雪道で結構カーブになってるところも意外と多いんですよ。なので、トンネルを出る時はスピードを若干こうだんだんと落としながら入ると急な動作が減るんで、おすすめです。おすすめというかぜひそうした方が事故を防げます。てかもうね、さっきのさ完全にもうスリップ大渋滞があってんのかさ、後ろから車絶対来ないんだよ来ない、もうあんなんで事故巻き込まれたらたまったもんじゃないわ、嫌だわ。まあ、だけどまあその事故の種類にもよりますけど、大体多いのは滑ってフロントバンパーひしゃげておしまいみたいなこと多いんですよね。横をぶつけるっていうか、なんかもうなんか斜めに滑ってフロントの角っこぶつけるっていうパターンが多いんですよ。なのでまあそういうパターンですね、大体見てるとそういう人多いですね。してもなんかそうなるでしょうね、滑る原理として。まあ今日いっぱい明日いっぱいはもう雪確定ですから、夏タイヤでね雪走って多分初めてそこ実感するんですよね、そういう人。本当は危ないですから出ちゃダメです。てか走っちゃダメです、こういう地域夏タイヤで考えられないですね。まあ
でしょう。そこケチっちゃダメですからね、スタッドレスタイヤを。あと僕のスタッドレスでもこれいくらだっけ、2万、あ、いくらあった俺のスタッドレスは4万ぐらいか、4万もしなかったっけ。だいぶお得に買いましたからね。あれ動画で紹介したけど、俺いくらで買ったっけこのスタッドレスタイヤ。オートベイでね、だいぶ安く買いましたからね。指定店舗、そのタイヤショップとかそういう提携してるところで、まあ、交換するっていう感じだったんですけど、タイヤ届いて、まあ、電話して届いてましたって言って、あ、もう届いてますよっつって、で日付調整して、で変えてもらって、まあホイールは持ってたんで、まあ、ホイールはそのまま自分のね、やつ出して、じゃあお願いしますみたいな、そんな感じでやって、しなかったかな確か。あのタイヤを自分で取り付けるのはね、ホイールとタイヤがついてるものを自分で取り付けるのはまあできるにしても、そのホイールとタイヤのこの合致させる、あのあれはほら、まあ、素人は絶対無理だから絶対無理ですね。なんかああいう動画見てるの結構好きですね。ここら辺はだいぶマシになりましたね。雪雲がだんだん白川郷方面に移ってますね。しばらくこう目の前の景色をこう見れるわけですよ。この信号があるおかげで、この目の前のこの幻想的な雪の景色をのんびり見てられるわけですよ、この道路のど真ん中からいいですね。最高ですね。さあ、間もなくですね。
松川桜 300m 先。綺麗ですよね松川桜って。で、ね、僕あの道の駅の松川でねたまに薪買うんですよ。実はね薪売ってますね。キャンプでね、薪は僕は使うん で薪ってねまあ値段結構ねするんですよ。意外となんか600円とか700円とかまあするんですけど、例えば有名なふもとっぱらキャンプ場だと500円で売ってたりとかねするんですけど、まあやっぱ薪代って若干高いんですよね。で松川の道の駅で売っているあれ多分桜の木とかそういうやつなんかな、それのね、薪がね昔は400円切ってました。でさっき見たら450円でしたけど、まず、ね、それでもねだいぶお値段はお値打ちなんですよね。それで本当にありがたいなって。ここら辺はね若干アップダウンがこう続くところでね、今ちょっと雪の道なんでねまあ普通な運転ですけど、こう乾いた路面でね普通にこう走っているとね、この路面の食いつきがねまた若干面白いんですよね。今はねスタッドレスの時期なんでそのなかなかちょっと食いつきがないんですけど、普通に法定速度で運転してると ここねちょっと面白いです。なんかねドライブしてる感がねあってねすごくね大好きなんですね。ここここからね狭いトンネルがね続く区間ですね。確か2個あったはずです、対向車ね気をつけていかないと、トラックがね来るとね本当ね入れないので一回止まります。ここでカーブになりながらの、でラスト1個かな。出ないね。僕はここねハイビームにしますね。この向かいにねミラーがあるからここに反射して対向車がすぐに分かるようになるので、うん、だいぶ可愛らしい雪になりましたね。ここまで来たら雨みたいなもんですよ。いやいいねこのねちょっと画角に映ってないですけどね、このね右側にねちょうどね太陽がね出てるんですね。これのね幻想的なこの風景はねぜひ見てほしいんですけど、すいません画角に収まってなくて。湖にねこの太陽がねピシャって出てるのはねまたねいいんですよね。あれ一眼レフで撮りたいよね。できたらもう完全に普通の道ですね。お、いいね。
れ様でございます。いや、ああいう方がいてくれるから安全な道がね、継続できるわけですから、本当に感謝でございます。ここまで来るともう、ね、ご存知の方多いはずです。右曲がったら156号線ですね。郡上とか白鳥に行くところですね。私はまっすぐ158号線に行きます。箱番ってやっぱ雪道運転しにくいんですよ。どうしても FR でかつ後ろが軽いと本当に取られてしまうというか、ハンドリングが難しいとよく聞くん で重心が高いんでそれなりのリスクがやっぱ大きいんですよ。あ、もうね、ちょっとね考えてるんですけどね、この辺になったらもう完全にないっすね、路面は。いかにさっきの156号線の区間がすごいのかっていうのを皆さんこの動画でご理解いただけたんじゃないでしょうか。今気温が0度ですね。日中ですけどね、雪でだいぶ冷えてますね。こっちはね、若干こう空が見えてますね。こっちら辺は雪雲が薄くなってるって証拠ですね。それでも結構積もってますね。もう車の屋根とかね、積もってるし。
さあ、まもなく道の駅庄川ですね、あと庄川インター、東海北陸自動車道ですね。はい、到着でございます。皆様ご視聴どうもお疲れ様でございました。私はね、ここから高山市街地に向かっていきますね。左の方にも走っていきますね。